ヒマラヤ山脈のふもとにある小国ブータン王国ワンチク国王夫妻が訪日した際日本でも広く知られるようになった幸せの国しかし中部边界从未划定長期以来東中西段都存在争議 中国が各地で強硬手段に訴える領土拡大への動きに巻き込まれていました実は、中国が目指す派遣の重要なポイントとなっているブータン。 アメリカをはじめ世界も注目する今幸せの国で何が起きているのか中国で発生した新型コロナウイルス衰えを見せない感染拡大が各国を苦しめる中南シナ海などで着々と実効支配への動きを強め力の外交を推し進める中国海洋進出が際立って見えますが実は 陸地で14の国と国境を接しています。中国はこれまで、その14カ国すべてと国境問題を抱えていたといいます。中国は、そのうち12カ国と国境を確定したと主張していますが、残る2つの国がブータンとインドです。今年5月から6月には、 インドの北部、ラダック地方の国境付近で、中国軍とインド軍が睨み合いを続けた末に衝突。インド軍の兵士20人が死亡したほか、負傷者も多数出たといいます。この最中に新たに浮上したのが、中国とインドに挟まれた小国、ブータンの領土をめぐる問題です。6月初めに行われた途上国の環境保護を支援する国際基金、 地球環境ファシリティの会議手つかずの自然環境が広がるブータンが国内の国立公園や保護区の助成事業を申請しましたすると事業の中にある作ク野生生物保護区は中国とブータンの係争地に位置し両国の国境確定協議の議題となっている場所だ中国は審議会の決定に反対し この事業に参加しない。中国が突如、領有権を主張したのです。その作天野生生物保護区は、ブータン東部に位置し、650平方キロメートルにわたって、ヒマラヤの生態系が残る自然豊かな高地です。中国による突然の主張に、会合に参加していた南アジア諸国の代表は、 作典野生生物保護区はブータンの固有の領土であり中国との国境交渉において話し合われたことは一度もないと反論しましたこれに対し中国政府は中方在中部辺界は中上の立場は一貫政明確的中部政界は中国政府は中国政中国政府中国政 中方一贯主张，通过双边谈判，一揽子解决中部边界问题，反对在国际的多边场合涉及双边的领土争议问题。中部两国一直通过双边渠道就边界问题保持沟通。そもそもまだ中国とは国交を結んでいないブータン。これまで32年間で24回にわたって。 ブータンの中部と西部のドクラムコーチについて国境交渉を続けていますが今回中国が領有権を主張した昨天野生生物保護区とは正反対の場所ここで鍵となるのはインドの存在です実は昨天野生生物保護区の東にはインドが実効支配するアルナチャルプラデシュ州が 長年ブータンと国境交渉を続けるドクラム高地をめぐってもその南にはインドの主要部と北東部を結ぶシリグリ回廊という要衝が控えていますインド、中国、ブータンのほかネパール、バングラデシュとも接する重要な地域で中国軍が南下してくればインドの国土が分断されかねませんつまり中国は

中国のこうした強硬な姿勢の背景には習近平政権が推し進める一帯一路構想がアジアとヨーロッパを陸と海で結び経済成長しようという現代版シルクロード経済圏です。 構想に基づいて中国側が道路やインフラなどを整備するにはブータンとその周辺が重要な意味を持つことにまた一帯一路をぐってはインドがパキスタンと領有権を争うカシミール地方が対象地域になっている関連事業もありインドが猛反発しています中国の野心的な構想とそれに反発するインド हजाम तो जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने डिफ्रेंसीस डिस्प्यूट्स में न बदले हम कभी किसी को भी उकसाहते नहीं है लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते सोचते मीनिंग ऑफ द ग्लोबल एनवाइ नंबर डिस्प्यूट दाइनीस Communist Party has engaged in, I think it's unequaled any place else in the world. From the mountain ranges of the Himalayas to the waters of Vietnam's exclusive zone to the Senkaku Islands and beyond Beijing has a pattern of instigating territorial disputes. The world shouldn't allow this bullying to take place, nor should it permit it to continue. 過去に例のない言っても台湾の公衆衛生におけるリーダーシップを支持するトランプ大統領の立場を伝え自由で民主的な社会こそが人々の健康促進のために最適だという両国共通の信念を明確にすることを楽ししみにしているアメリカ政府はアザー厚生長官が台湾を訪問すると発表。 アメリカの閣僚による台湾訪問は6年ぶりで1979年に台湾と断交して以降最高位の閣僚による訪問だとしていますアザー長官は滞在中に蔡英文総統などと会談するということです。 向美方提出严正交涉。我要强调的是，一个中国原则为国际社会所公认。任何无视、否定或者挑战一个中国原则的企图，都将以失败而告终。派遣への野心を隠さない中国と、その中国の動きで国益を損ねかねないインド。さらに、中国の派遣への道を立つために。 各国との連携強化を狙うアメリカや西側諸国幸せの国は各国の思惑が交錯する新たな震源地となる可能性もありそうです最後まで見ていただきましてありがとうございますこれを機にぜひともこちらへの登録をお願いします画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよどうぞよろしくお願いいたします